北海道道675号、立ち待ち三崎函館停車場線は、北海道函館市内を結ぶ一般道道である。未開通区間及び冬季通行を止め区間がある。共用済み区間の大部分は、函館山登山道と呼ばれており、函館山山頂へのアクセスに利用される。北海道道675号、 立ち待ち三崎函館停車場線、終点起点の函館市函館山から、函館市函館山の海上保安庁、受信所付近までは、未開通である。この区間には、並行して、函館市道八島17号線と登山道があり、徒歩でこの区間をつないで通行することは、可能となっている。未開通区間に関する経緯1970年から、 建設されていた北海道道675号、立町岬函館停車場線のうち、千状時期見原市台から、立町岬までの 2.7km の施高の段階に入ったとき、函館山の植物群の全滅を危惧した、南北海道自然保護協会が集めた9303人の署名簿に反対意見を添えて、北海道知事に中止を申し入れた。 一方でこれとは逆に、函館市地域婦人団体協議会が、交通渋滞の解消のための早急な道路改策を決議して、運動を始め、議論が2分する状況となった。議論が巻き起こる中、函館市は1973年に、社団法人日本公園緑地協会に、 函館山基本計画報告書の作成を委託し、これを受けて1980年6月6日に、函館山緑地整備計画を発表し、函館山全面積の1、3を保安林に指定するほか、既存道路の一部も含めた、登山道路からのマイカー締目出しを目指すなど、保全を最優先とする考えを提起した。これにより、 新しい周遊道路計画は姿を消すこととなった。立ち,ち岬ちから海上保安庁受信所にかけての路線は事業は未だに行われていないが計画は現在も残っている。なお地図によっては立ち,ち岬ちから登山道までの区間を北海道道と表記し登山道七曲りコースを経由して転線道路のように表記しているものがあるが 立ちまち岬からの部分は実際は、函館市道八等17号線であり、また登山道は、函館山緑地の都市公園内園路の扱いとなっているため、これは誤った表記である。函館山山頂付近、通称、つつじ山駐車場のつつじ山ゲートから先は、一般車両の通行ができない。函館市函館山から、 つつじ山ゲートまではゲートによって常時閉鎖されていて一般車両の通行ができなくなっているが函館山登山道の洗浄時期コースとなっており徒歩での通行は可能沿線には JR 北海道無線通信所 NTT 北海道開発局の各無線中継所海上保安庁受信所洗浄時期休憩所 戦場時期放題跡、牛の蝉原支所、展望台、御天山台に放題跡がある。北海道より許可を得た沿線施設の関係車両は通行可能となっている。指導日暮らし通行点。案内標識でクランク状に経路を示す。山頂付近の通称、じ山駐車場にあるじ山ゲートが一般車両通行可能箇所のうちで、 最も起点に近い場所である。ここから、函館市青柳町の市道との交差点までの間が、通称、函館山登山道や、函館山観光道路と呼ばれる区間になる。このうち市道や地頭を8号線交点からひくらし、通りとの交差点までは一車線の境外道路である。ために、山頂方向のみの一方通行路となっている。そのため山頂から下る車両は、 指導や地頭8号線へ右折し、函館公園方面に迂回する必要がある。冬季通行止め及び時間帯通行止め指導や地頭8号線交点付近の規制標識函館山山頂の筒子山ゲートから指導や地頭8号線交点までの区間は冬、期間通行止めとなる。また、大型貨物自動車、自動二輪車、自転車は、終日、 一般乗用車は4月25日から10月15日の17時から22時の間、及び10月16日から冬期間通行止めに至るまでの16時から21時の間は通ることができない。ただし、例年9月中旬に秋の函館山サイクルライドという登山道を全面交通規制した上で自転車が通行可能となるイベントが行われることがある。また、 2017年開催のツールド、北海道では9月10日の第3ステージで、ゴール地点が函館山山頂となるコースが設定された関係で、許可の上で選手及び競技関係者用、競技自転車のみ、街頭区間が通行可能となっていた。2016年12月11日には、函館山ロープウェイで発生した、 作業死亡事故の影響で山頂に取り残された観光客を下山させるため、緊急措置としてタクシーの未通行できる措置を取った日、暮らし通りとの交差点から高田屋通りのグリーンベルトにかけては、クランク上に曲がる路線形状となる。高田屋通りを下ると、蓬来町の函館市電、蓬来、谷自動線が通る西部環状線との交差点に至り、 左折後は、市電と並走して、十字街と呼ばれる、函館市電十字街停留場を呼び、アクロス十字街付近の交差点に至る。ここまでが、北海道道675号、立ち,ち岬函館停車場線の単独路線である。そこから先は終点まで国道279号との、重複区間となる。起点付近、ありがとうございます。